古典のスマホ。それは何気ない日常の一コマから始まった。大学の講義が終わり、私はいつものように家に帰る途中で中古店に立ち寄った。その店は地元で評判の良い店で、掘り出し物が見つかることで知られていた。店内を歩いていると、フォトスマートフォンのコーナーで立ち止まった。最新モデルのスマートフォンが驚くほどの安値で並べられているのを見つけたからだ。こんなに安いのに、なんで誰も買わないんだろう。私は少し不思議に思ったが、その魅力的な価格に浮かれてついてに取ってしまった。見た目も新品同様で、傷とつない。これは良い買い物かもしれない。私はそう思い、そのスマートフォンを購入することにした。店員はにこやかに接客してくれ、特に問題はなさそうだった。これ、何か問題があるんですか？私は念のため尋ねた。店員は少し微笑んで、特に問題はありませんよ。ただ、持ち主がすぐに売りに出したものみたいです。と答えた。私は特に深く考えず、それなら大丈夫だろう、と思い、そのスマートフォンを手に入れた。古いスマホから新しいスマホへデータを移行し、早速使い始めた。使い勝手もよく、問題は何一つなかった。本当に良い買い物をしたな、と私は満足感に浸りながら、新しいスマホを操作していた。しかし、その日を境に、少しずつ奇妙な出来事が起こり始めた。最初は些細なことだった。スマートフォンを使っていると、ふとした瞬間に画面がフリーズしたり、アプリが勝手に閉じたりすることが増えた。ああ、中古だから仕方ないか、とその時は気にしなかった。それから数日後、私はスマートフォンの不具合が増えてきたことに気づいた。特に目立ったのはカメラ機能だった。写真を撮ろうとすると、シャッターが切れる直前に画面が真っ暗になったり、逆に勝手に写真が撮られたりすることがあった。これってバグなのかな、と疑い始めたが、それでもまだ大した問題ではないと思っていた。それでも不安な気持ちは少しずつ膨らんでいった。まるで何かが背後によそんでいて、こちらを見ているかのような気がしてならなかった。スマートフォンを手に取るたびに、その不気味な感覚が強まっていった。そしてある日、決定的な出来事が起こった。その日は特に忙しく、講義が終わるとすぐにアルバイトへ向かった。忙しいランチタイムのピークを過ぎ、ようやく人を行くつける時間になった頃、私はふとスマートフォンの通知を確認するために取り出した。画面を開くと、見覚えのないアプリがいくつもインストールされていた。こんなアプリ、ダウンロードした覚えないんだけど。驚いてアプリを開いてみると、そこには自分の名前が表示されていた。これってどういうこと？私の心は一気にざわつき始めた。アプリの中には私の個人情報や写真が無断で掲載されており、さらにコメント欄には不気味なメッセージがいくつも並んでいた。あなたを見ている、ずっと監視している、その言葉たちはまるで私の心の中に直接響いてくるようだった。私は震える手でスマートフォンを握りしめ、すぐにアプリを削除しようとした。だが、削除ボタンを押しても何も反応しない。
るでスマートフォン自体が私の操作を拒んでいるかのようだった。何なのこれ。不安と恐怖が一気に押し寄せ、私はアルバイト先の休憩室を飛び出してトイレに駆け込んだ。鏡に映る自分の顔は青ざめていて、角には冷たい汗がにじんでいた。冷静にならなきゃ。私は深呼吸を繰り返し、自分を落ち着かせようとした。これ、もしかして、スマホのせい？そう考えると同時に、私は再びスマートフォンを見つめた。その時、画面にふと浮かび上がったものがあった。それは、私の部屋の写真だった。しかも、それはまるで隠し撮りされたかのようなアングルで、誰かが私の部屋の中から撮影したように見えた。どうしてこんな写真が。私は背筋が凍る思いでスマートフォンを握りしめた。その写真は確かに私の部屋であり、私の私生活を暴露するかのように映し出していた。誰かが私を見ている。その考えが頭をよぎり、私は全身が震え始めた。一体誰がこんなことを。何の目的で。私は恐怖に駆られて、その場でスマートフォンを放り投げた。だが、それでも画面は消えなかった。まるで誰かが遠隔で操作しているかのように、勝手にアプリが開かれ、メッセージが表示され続けた。あなたはもう逃げられない。その言葉が画面に大きく表示された瞬間、私は全身が凍りついた。これは一体どういうことなの。私は再びスマートフォンを拾い上げ、どうにかしてこの恐怖から逃れようと考えた。だが何をしても画面は変わらず、その不気味なメッセージが消えることはなかった。私はその夜ほとんど眠れなかった。ベッドに横たわりながらも、スマートフォンが近くにあると思うだけで全身が震え、恐怖で胸が押しつぶされそうだった。まるで誰かが私を監視しているかのような感覚が常に背後につきまとっていた。次の日、私はついに意を決して友人のアキラに相談することにした。彼は IT に詳しく、何か対策を講じてくれるかもしれないと思ったのだ。カフェで待ち合わせをし、私は全ての出来事を説明した。アキラは真剣な表情で私の話を聞き、スマートフォンを手に取って調べ始めた。これ、確かにおかしいな。何かが裏で動いてるみたいだ。彼はしばらくスマートフォンを操作し、眉を細めた。ちょっと、調べてみる。もしかしたら、何かのウイルスかも。私はうなずき、彼にスマートフォンを託した。アキラが何か解決策を見つけてくれることを願っていた。しかし、その時、彼の表情が一瞬固まった。これ、誰かが遠隔操作してる。しかも、普通のハッキングじゃない。もっと、何か悪質なものを感じる。どういうこと？私は恐る恐る尋ねた。アキラは顔を青ざめさせながら、これ、もしかしたら、呪われてるかも。つぶやいた。その言葉に私は全身が震えた。冗談でしょ、そんなこと。いや、冗談じゃないかも。アキラは真剣な表情を崩さなかった。このスマホ、普
通じゃない。何か得体の知れない力が働いている気がする。その言葉を聞いた瞬間、私は背筋が凍る思いをした。得体の知れない力、それは何を意味しているのか。私は恐怖に駆られ、スマートフォンを取り戻そうと手を伸ばした。しかしその瞬間、スマートフォンが勝手に電源を落とし、アキラの手から滑り落ちた。なんだ。アキラが驚いてスマートフォンを拾い上げると、再び電源が入った。画面にはまたしても不気味な滅英知が表示されていた。あなたたちは何も知らない、何も理解していない。その言葉を見た瞬間、私たちは全身に寒気を感じた。一体誰がこれを操作しているのか、そして何のために。アキラはすぐに私にスマートフォンを返し、これはもう手に負えないかも、何かもっと専門的な人に相談した方がいいと言った。私はうなずき、どうにかしてこの呪われたスマートフォンから逃れたいと思った。その夜、私はスマートフォンを持ったまま家に帰った。どうしても手放せない、何かが私を縛り付けているような感覚だった。部屋に入るとすぐに鍵をかけ、カーテンを閉めた。私はベッドに腰を下ろし、スマートフォンを見つめた。その時、再び画面が勝手に動き出した。私の写真や動画が勝手に再生され始め、まるで誰かが私の生活を監視しているかのようだった。なんでこんなことが。私は恐怖で震えながらスマートフォンを放り投げた。だが画面は消えることなく、再び滅英知が表示された。あなたのことは全て知っている。その瞬間、私は全身が凍りついた。何かが私の心を掴んで離さない。私はすぐにスマートフォンを拾い上げ、外に出て近くの川に向かった。もうこれ以上こんな恐怖に耐えられない。私は川のほとりに立ち、スマートフォンを川に投げ捨てた。しかし投げ捨てた瞬間、私の耳元でささやく声が聞こえた。逃れられない。振り返っても誰もいない。ただ風の音だけが聞こえるだけだった。だが私は確かにその声を聞いた。その後、私は新しいスマートフォンを購入したが、夜になると再び同じメッセージが届くようになった。また戻ってきたよ。もう逃げられないのかもしれない。私はそのメッセージを見つめながら、全身が震えるのを感じていた。誰かに見られている。何かに囚われている。もう私は逃げられない。それが私の世界になってしまったのだ。